帝国です。始めましょう。さて、ようこそおいでくださいました、ドクター。私は当家のハウスキーパーを仰せつかってるものです。シルビアーナとお呼びください。使用人たちのすべての責任を負うものです。また当家においてはバトラーを雇用しませんので、通常それらが負うべき責務を私が担当いたします。ドクターにおかれましては、生活や仕事の便宜を図る上で支障が生じた際は私にご相談くださいますようよろしくお願いいたします。わからない？そうでしたね。その件につきましては後ほど。まずはディナーをお楽しみください。何をおっしゃりたいのですか？なかなか気の利いたことを言うご人だ。安心したまえ、おかしなものは入っておらんよ。もっとも今宵の料理がお気に召して、ドクターが仕事を受ける気になったならそれはそれで幸せというものでしょうな。そうしてくれると助かりますな。当家の主、テオ・パドリーノだ。ああ、堅苦しいのはよくない。食事は楽しくとるのがイタリアだ。ドクターはイタリアとはどういう意味かご存知かな？イタリアとはな、古いギリシャの言葉でワインの取れる地という意味だ。つまりここではまず飲まねば何も始められんのだ。料理は全部私が独味していますから。よろしいようだね。早速
乾杯といこう。私は見ての通り立つことができないから、ドクターも座ったままで結構だ。無論ドクターに偉大なるテオフラストゥスの祝福があらんこと。私の名も彼と同じテオだからね。では乾杯。いかがかなドクター、このワインの趣味は。なかなかのご敬願だ。良き酒とは水本来の味をそのまま残しているもの。どうかね、ここの水は絶品であろう。さよう、サンタマリアと金星のスペリオーレだ。とかね、ワイナリーだよ、この島の唯一の産業でな。そして私はその道楽なオーナーというわけだ。良質な地下水がいくらでも湧いてくる。その上気温湿度すべてが酵母の発酵に最適な環境だ。何がだね。ほほう、そりゃあかまんがね。ちょうど食事が運ばれてきたところだ。食事を取りながらでいいかね。すでに気がついてるかもしれんが、この島には医者がおらん。ドクターには屋敷に住まう者すべての救い主となっていただきたい。そう、この屋敷だ。ああ、それは構わんのだ。彼らはみんな自分たちで何とかする。ドクター、我々は彼らとは別なのだよ。本来このように医者のおらんことは珍しいものではない。
南部へ行けばいくらでもこんな島がある。医者にかかりたければ医者のいる土地に住めばいい。そうは思わんかね。だが私にはこの島を離れられない事情がある。お分かりかね。我々が彼らとは別といった意味が。私は医者のいない土地を医者のいる土地に変えられる人間だということだ。そう、ドクターはこの私の専属の医師となり、私が認めたものだけを治療する医師に。ドクターも知ってるはずだがね、医師にはそういった種類の需要もあることを。非常に言いにくいことだが、ドクターにはあまり選択の余地がないのではないかね。言った通りの意味だ。無論この仕事を断りたいというのであれば、残念だがそれも仕方ない。明朝にはヘリを用意してベネツィアまで送らせていただこう。ただし、何を言い出すかと思えば、あれはこのディナーへ招待した私からのほんの心づくし、どうか憂いなく懐に収めていただきたい。話を分かりやすくしてほしいかね。つまりこういうことだ。旅行客としてイタリアを出たいか、それとも荷物となって出たいか。わかりやすかろう。ドクターが聡明な方で、こちらとしても助かりますな。言うまでもないでしょうな。何ご心配なく。我々はドクターを仲間として迎え入れたいのだよ。この屋敷で職務を全うしていただくこと、それだけでドクターの安全は保証される。実に単純な話だと思うがね。あ、それはなかなか難しい質問だ。ちょ、あえて言うならば、全てはドクターの、あ、いや、この話はいずれ。具体的な契約手続きは秘書に任せてある。私の話はここまでだ。仕事の話はこれで終わりにしよう。次の料理が来たようだ。19世紀初頭の建造らしいからな。
オーストリア貴族の居城だったのだがね、最初の欧州大戦の頃から住むものもなく、長らく空き家となっていたのだ。私は12年前に屋敷を買い取っただけで、元の持ち主はすでに…いや、生きておるよ。生きておる、おそらくは。気に入っていただけたかね。ま、おいおい見物してみるとよかろう。まあ、ただ町には近づかん方がいいな。行く意味のない場所だ。ドクターの安全も保証できん。それ以外なら好きなようにしたまえ。森とブドウ畑、それと湖があるな。南と東には小さな船着き場もある。ヘリポートが一つこの屋敷の敷地内にあるが、これはもう知っておるな。小さな島だ。一日もあれば全て見て回れる。ああ、それは構わんよ。地元の人間でもここを知る者は少ないしな。ここは普通の地図には載っておらんのだ。この島の場所を思い出してみたまえ。かつてイタリアとユーゴの国境だったということは、そう、鉄のカーテンはドイツだけの事情ではない。今でこそこうして正式にイタリア領となったのに、冷戦時代の40年間ここは国連管理の立ち入り禁止区域に指定されていたのだ。東と西どちらにも属してはならない島。当然観光地図ごときからは除外される。そう、問題は消滅した。ところがだ、地図業者の連中は未だに測量にも現れやせん。大方この島のことなど誰も覚えてる者はおらんのだろう。困ったもんだ。マドンナもさぞかし嘆いておられることだろう。透明の由来だな。どこにでもあるような聖母伝説が元になってるとも聞くが、マドンナが降臨しその指し示した場所から泉が現れたとか、そういう類の話だよ。コロンブス、誰だねそれは。おお、クリストフォロ・コロンボか。お、なるほど。しかし彼はジェノバの人間だからな。ドクターもジャポーネの出身なら、マルコ・ポーロのことでも話題にしたらどうかね。
この話はもういいだろう。食事の続きをしよう。